皆さんこんばんは。今日も福音喫茶を始めていきたいと思います。杉戸ゴスペルカフェです。何曲か賛美歌、聖歌、また今のワーシップソングを歌っていきたいと思いますが、最初にこれまで聖歌に入っていましたが、教会福音賛美歌に入りました413番望みも消えゆくまでに、この歌を持って主を褒めたたえましょう。望みも消えゆくまでに、世の嵐に悩む時、数えてみよ主の恵み、長心は安き応援、数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、数えよ一つずつ、数えてみよ主の恵み、主の玉石十字架を担いきれず沈む時、数えてみよ主の恵み、つぶやきなどいかねあら、数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、数えよ一つずつ、数えてみよ主の恵み、世の楽しみと知識、長心を誘うとき、数えてみよ主の恵み、甘つくりの幸によば、数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、数えよ一つずつ、数えてみよ主の恵み。続けては時を超えてこの歌を歌っていきたいと思います。
らかれている時を越えてゆこう私たちの明日へすべての祈りは天の御座に届いた時を越えて時を越えてゆこう私たちの明日へすべての祈りは天の御座に届いた続けては教会福音賛美歌の156番というとこの歌ですね、輝け主の栄光シャインジーザスシャイン、この歌を持って主を元気に賛美していきたいと思います。愛の光輝き暗闇を照らし出す我が主イエスよの光、自由を与える力、命の御言葉、輝け主の栄光、地の上に心を燃やしたまえ、あふれよ主の恵み、憐れみこの地を生かしたまえ。最初から歌いましょう。愛の光輝き暗闇を照らし出す我が主イエスよの光、自由を与える力、命の御言葉、輝け主の栄光、地の上に心を燃やしたまえ、あふれよ主の恵み、憐れみこの地を生かしたまえ、輝け輝け主の栄光、地の上に心を燃やしたまえ、あふれよ主の恵み、憐れみこの地を生かしたまえ。新しい命、新しい命を歌っていきたいと思います。イエス様が与えてくださる新しい命は本当に素晴らしい命ですね。その命を一緒に生きていけたらと願います。その愛心にあ
捨てないイエスの愛、離さない永遠に、この想い共に歩そうイエスと、共に笑い共に泣き、どんな壁も乗り越える、イエスが一緒にいるから、もう一度最初から言いましょう。あなたと出会えた、何者にも変えることできない、その愛心にあふれる、新しい命が胸にある、見捨てないイエスの愛、離さない永遠に、この想い共に歩そうイエスと、共に笑い共に泣き、どんな壁も乗り越える、イエスが一緒にいるから、
山も海も震える皆のとどろきに喜べ見てのまさを永遠に愛し使えるすべてに勝るイエスの愛我が主イエスよ救いの君主の愛讃える命の鍵取り手力慰めるしよ我が霊魂崇めよ永遠に叫べ戦地よ歌え主の力と栄光山も海も震える皆のとどろきに喜べ見てのまさを永遠に愛し使えるすべてに勝るイエスの愛叫べ戦地よ歌え主の力と栄光山も海も震える皆のとどろきに喜べ見てのまさを永遠に愛し使えるすべてに勝るイエスの愛すべてに勝るイエスの愛すべてに勝るイエスの愛メッセージの前にもう一曲賛美を捧げていきましょう。この Journey of a Believer のテーマソングとして選んでおります約束の地へ、名古屋で牧師をされている、方が作ってくださった作詞作曲された歌です。約束の地へ。ちょっと顔を外さないと。知らないままにただ信じて旅に出かける何もいらない主がくださったたった一つの約束だけ時には幾月も歩き続け時には幾年も待ち続ける空を見上げ星を数えながら変わらない確かな約束の地へ
はあなたを祝福すると、すべてがあなたから始まると、見えない足元を照らす光は、たった一つの約束だけ。時にはいくつきも歩き続け、時にはいく年も待ち続ける。空を見上げ、星を数えながら、変わらない確かな約束の地で、時にはいくつきも歩き続け、時にはいく年も待ち続ける。空を見上げ、星を数えながら、変わらない確かな、変わらない確かな、変わらない確かな約束の地で。それでは短くお祈りをして、ゴスペルと言われているメッセージ、聖書のメッセージを味わっていきたいと思います。天のお父様、朝はめっきりと、本格的な寒さになってまいりました。今日日中は少し暖かい晴れの日が備えられましたが、神様、週末にかけて日曜日の朝はこの辺の杉戸町でも最低気温が0度近くになる予報になっております。続けて私たちの心と体を守ってください。特に風邪や新型コロナウイルスが流行っております。どうぞお一人お一人の上に主の守りがありますようによろしくお願いいたします。また体調を崩していらっしゃる方がおられましたら、速やかに回復を備えてくださいますように。私たちの愛する家族や友人知人、職場の方、地域の方々を主が守ってくださることを心からお願いいたします。今から聖書のメッセージを一緒に味わいたいと願っています。神様が私たちに親しくお語りください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。全能の神様がなさること、ジャーニーオブアビリーバー、そんな題をつけました。聖書の箇所は旧約聖書の創世記です。創世記の17章、今日は17章を一節から最後まで読み進めていきたいと思っております。創世記17章1節から27節の言葉です。起承転結で4つの部分に分けて区切りながら読み進めていきたいと思います。まず木の部分は1節から8節までです。まず1節から8節をお読みいたします。さて、アブラムが99歳の頃、時主はアブラムに現れこう言われた。私は全能の神である。あなたは私の前に歩み全きものであれ。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたを大いに増やす。アブラムはひれ伏した。神は彼にこう告げられた。これがあなたと結ぶ私の契約である。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもはやアブラムとは呼ばれない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたをますます子孫に富ませ、あなたをいくつもの国民にする。王たちがあなたから出てくるだろう。私は私の契約を私とあなたとの間に、また
あなたの後の子孫との間に世々にわたる永遠の契約として立てる。私はあなたの神、あなたの後の子孫の神となる。私はあなたの気流の地、カナンの全土をあなたとあなたの後の子孫に永遠の所有として与える。私は彼らの神となる。まずこの木の部分を味わっていきたいと思います。一節を見ますと、さてアブラムが99歳の時と記されています。先週から13年の歳月が経っております。16章の16節から17章の一節の間に13年のその時間的な歳月の隔たりがあります。13年前、皆さんは何をどこで何をなさっていたでしょうか。私はですね、ちょうど13年前ですね、この愛知県の豊橋市からこの埼玉県北葛飾郡杉戸町に移り住んで最初の秋を迎えている時でありました。13年前、あなたはどこで何をなさっていましたか。実は聖書を読むということはタイムマシンに乗って現在から過去のいろんな場面にタイムスリップをする、そういうことができるんです。ドラえもんの、タイムマシンがなくても聖書があれば正確な歴史を遡って具体的なその年月日はですね、なかなか特定できないところがありますが、少なくとも今から何千年も前の世界にタイムスリップをして、そしてアブラハムさんが86歳であった時から一気に13歳、13年の歳月が過ぎた後17章が始まっていく。アブラハムさんが99歳の時に今日はタイムスリップしていきます。アブラハムが99歳の時、この13年の間に何が起こったでしょうか。実は13年前にエジプトの奴隷ハガルという女性を通してアブラムさんは息子を授かっていました。イシュマエルという名前をつけました。イシュマエルが生まれた時がちょうど13年前、その時アブラムは86歳でありました。しかし13年経ちましたので99歳。私もですね、13年経ちましたのでもう50になってしまいました。しかし、人生はこの聖書を見ていくとまだまだこれからだなと。皆さんの人生もまだまだこれからであります。30、40はまだ放たれこそ、50、60も放たれこそ、75ぐらいになってやっとですね、これから本番が、始まっていく。アブラムさんは75歳から旅を始めたわけですから、75歳からバイクに乗り始めたみたいな人ですよね。そういう人なんです。アブラムさんはそして75歳から旅を始めましたが、99歳の時、あっという間に歳月が流れていきます。果てしなく続くオンザロード、そのような旅が信仰の旅であります。人生の旅であります。アブラムさんが99歳、もうあと1年したら100歳になるよという時、主はアブラムに現れてこう言われたのです。私は全能の神である。天地を作られた神様が改めて自己紹介をなさったんです。私は全能の神である。まあ、中国の異端にですね、全能神というそういう異端がありますけれども、Facebook とかやたらですね、お友達になってくる方がいますが、ちょっと危険です。あれはカルトです。全能神という団体はカルトですので、全能の神と全能神を分けて考える必要があります。私は全能の神である。あなたは私の前に歩み、全きものであれ。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたを大いに増やす。そのように神様は99歳になった時のアブラムに語りかけてくださったのでした。3節、アブラムはひれ伏して、そして神様の前にひれ伏して礼拝を捧げていきます。続けて神様は彼にこう告げられていきます。これがあなたと結ぶ私の契約だよ。まあ、古い契約ですね。新約旧約と聖書は言いますが、古い契約と新しい契約であります。旧約聖書の旧約は古い契約、
それはアブラハム契約としてここに登場します。あなたの名は、あ、その前にですね、4節、あなたは多くの国民の父となる。信仰の父として世界中の多くの国民のお父さんになるんだよ。信仰のお父さんだよ、世界中の。そしてあなたの名はもはやアブラムとは呼ばれない。新しい名前を授けるよ。あなたの名はアブラハムとなる。入れ歯をした、アブラムからアブラハムさんになった。英語のエイブラハムというのはまさにこの名前です。アブラハム、あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。アブラハムという名前には多くの国民の父という、そんな意味があります。私はあなたをますます子孫に富ませ、あなたをいくつもの国民とする。王たちがあなたから出てくるだろう。私は私の契約を私とあなたとの間に、またあなたの後の子孫の間に、世々にわたる未来将来永遠の契約として立てる。私はあなたの神、あなたの後の子孫の神となる。このカナンの全土も永遠の所有として与えるよ。私は後の子孫にも神となるよと神様はおっしゃったのでした。これが13年後に現れた神様の語りかけた約束であります。9節から14節、今度は章の部分、起承転結の章の部分になります。9節から14節をお読みいたします。また神はアブラハムに仰せられた。これ以降アブラムとは呼ばれなくなります。アブラハムさんです。はっきりと神様は信仰者として、そして信仰の父として、もうすでにそういう名前で呼んでくださいます。また神はアブラハムに仰せられた。あなたは私の契約を守らなければならない。あなたもあなたの後の子孫も世々にわたって、神様が契約を結んでくださるというのです。そしてそれをしっかりと守っていくように、次の世代にそのバトンを、契約のバトンをつないでいかなきゃいけないんだというのです。そして10節、次のことが私とあなた方との間で、またあなたの後の子孫との間で、あなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中の男子は皆割礼を受けなさい。あなた方は自分の包皮の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方との間の契約の印となる。あなた方の中の男子は皆世々にわたり、生まれて8日目に割礼を受けなければならない。家で生まれたしもべも、異国人から金で借り取られたあなたの子孫ではないものもそうである。あなたの家で生まれたしもべも、金で買い取ったものも、必ず割礼を受けなければならない。私の契約は永遠の契約として、あなた方の肉に記されなければならない。包皮の肉を切り捨てられていない無割礼の男、そのようなものは自分の民から断ち切られなければならない。私の契約を破ったからである。この古い契約の印、旧約、古い契約の印として割礼ということが、登場してきます。男性の性器ですよね。男性の性器のその皮を切っていく、生まれて8日目にそのことを成していく。あなたの家にいる男性はすべてそのようにその性器の皮を切り取っていかなきゃいけない。そのようなことが契約の印だと言われていきます。これ以降ユダヤ人はずっとその割礼を重んじていきます。割礼に終止符が打たれるのはパウロが明らかに新約聖書の時代にはもう割礼は必要ないんだということをはっきりと、この論証していく中で、それが踏ん切りがついていきますが、まだまだ初代教会、最初の教会の中ではこの割礼という問題が一番深刻な問題として、起こってまいります。アブラハムさんが、信仰の父なる神様が、信仰の父がその割礼を受けて、先祖代々ずっと割礼を持ってきたんだから、割礼はやっぱり受けなきゃいけないんじゃないのということで、新約時代もそのことが大論争になっていきます。しかし新約の時代には古い契約の印としての割礼はもはや必要ない。
そのようなことが新約聖書に書かれていきます。でもまだこの時は旧約聖書ですから、割礼を全ての男子が受けなければならない、その正規の皮を切り取らなきゃいけないと言われていきました。そして起承転結の天の部分見てまいりましょう。15節から21節です。また神はアブラハムに仰せられた。神様は続けてアブラハムと呼ばれます。信仰者として、信仰の父としてその名前を使っていきます。もうすでにそういうものになったんだというのです。神様はそういうふうに見ていてくださいます。どんなに未熟で、どんなにまだ未完成でも、もうすでに立派な信仰者だ、立派な信仰の父だと神様は言い始めてくださった、認識してくださっているということです。これは福音の眼差しでやりましょう。今私たちがどんなに未熟であったとしても、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたとパウロは語りました。神様の眼差しの前に、もうイエス様を信じ受け入れた人はもうすでに清い、そして立派な信仰者である、ちゃんとしたクリスチャン、私もあなたもちゃんとしたクリスチャンなんだと神様は認識してくださっているというのです。この時のアブラムさんも神様の目には別人に映っていました。神の前には正しい義人として、信仰者として認められております。だからこの名前が使われます。また神はアブラハムに仰せられた。あなたの妻サライはその名をサライと呼んではならない、その名はサラとなるからだ。神様との契約において夫婦が別々に別行動をすることはありえません。旦那が神様に選ばれて契約をするならば、当然奥さんもその契約の中に関係者として含まれるのです。もはや別人ではありません。他人ではないんです。もともと夫婦は他人ではないんですけど、聖書は結婚すると夫婦は一心同体になって、もはや他人ではなくなると言います。これが日本的な結婚の価値観と全然違うところでしょう。日本は結婚してもいつまでも他人みたいな感じでですね、そういう感覚がありますが、聖書的にはそうではないんです。聖書的には結婚をすると一心同体になって、夫婦は一つとなる、もはや他人ではない、お互いに一つとされたものとして共に生きる。その時に奥さんのサライは蚊帳の外にいるわけがありません。神様は同じようにアブラムさんに新しい名前をくださったんですから、サライさんにも奥さんにも新しい名前を同じようにくださいます。男女平等です。この何千年も昔に神様は男と女を平等に取り扱ってくださった。何ということでしょうか。男尊女卑ではありません。また神はアブラハムに仰せられた。あなたの妻サライはその名をサライと呼んではならない、その名はサラとなる。サライさんからサラとなる、ですから胃を取った人というふうに言われますが、胃がなくなって、サライさんの胃がなくなってサラ。私は彼女を祝福し、彼女によって必ずあなたに男の子を与える。具体的な神様の約束が出てきました。サラによって、サラとあなたとの間に必ず男の子が与えられるというのです。サラさんは10歳年下ですけれども、もうすぐ90歳になろうとしていました。この時89歳です。アブラムさんは99歳、もうすぐ100歳になろうとしている、そういう時であります。しかし神様はおっしゃるんです。冗談なしで、全能の神様は超高齢出産も可能となさることができる方なんです。私は彼女を、サラを祝福し、彼女によって必ず絶対にあなたに男の子を与えるよというのです。私は彼女を祝福する、彼女は国々のお母さんとなる、国々の母となり、諸々の民の王たちが彼女から出てくる。驚くべきことです。そしてその時アブラムはどんなレスポンス、応答を取っていったのでしょうか。注目すべきはこの17節の言葉です。17節、とても意味深な
そして言葉を選んで意味慎重に、この聖書はアブラムさんの心を、またその行動を記録しております。アブラハムはひれ伏し笑ったとあります。アブラムは形式的には、表面的には神の前に敬虔さを装い、そして作り笑いをして、ああ神様感謝します、ハレルヤみたいな感じでですね、礼拝を捧げていく、神様の前でいい格好をしていく、神様の前で背伸びをしていく、作り笑いをするということをしたと思います。しかしそれは明らかに本音の心からの笑いではなかったようです。その続く言葉がそれを物語っています。アブラムはひれ伏して笑った、そして心の中で言った。その心の中のつぶやきを聖書ははっきりと記録しています。これを気持ちを込めて読んでみましょう。99歳、もうすぐ100歳になろうとするアブラムさんがこの言葉を言ったんです。今風の言葉で言うならば、この時のアブラハムさんは閉塞感にとらわれていた人であります。意気消沈してしょんぼりしていた人、うつむくことしかできなくなっていた人、そんなことを思います。100歳の者に子が生まれるだろうか、さらにしてももう90歳、90歳の女がこう埋めるだろうか、まああえて付け加えるならば、無理無理、絶対無理、そんなことあるわけない、嘘だろう、という言葉が続いたと思います。心の中のつぶやきとして、100歳の者に子供が生まれるだろうか、まあ問いかけですけど、自問自答していますが、でも無理でしょというその結論が出てくるでしょう。さらにしても90歳、もう年ですから、もう無理でしょう。いくら神様が全知全能で全能の神様って言っても、もう無理でしょう。ですから18節でアブラムはこんなことを言うのです。大真面目に言葉にして自分の心境を、その心の内を解き明かします。この時アブラムは本音で語ります。そしてアブラムは神に言った。どうかイシュマエルが見舞いで行きますように、私とサラの間に今さら子供が与えられるはずはないでしょう。それはないと思います。絶対にイシュマエルが神の前で生きながらいて祝福されますようにとアブラムは語ったのです。つまり信じることができなかった、まあはっきりと不信仰、閉塞感にとらわれていて、もはや絶対無理、いくら神様でも絶対無理と固くマイナス思考で確信があったということでしょう。ところがそんな神様に、閉塞感にとらわれた信仰者に全能の神はおっしゃるのです。19節、神は仰せられた、いいやいいや、あなたの妻サラがあなたに男の子を産むんだよ、嘘じゃないよ、本当だよ。あなたはその子をイサクちゃんという名前にしなきゃいけない。私は彼と私の契約を立てて、それを彼の後の子孫のために永遠の契約とする。あなた、アブラハムさん、あなたとサラさんとの間にイサクちゃんという男の子が生まれるから、その子が契約の子なんだよ。イシュマエルじゃないよ、と神様はっきりと語ってくださった。でもイシュマエル君についても神様はちゃんと責任を取って祝福してくださるという約束があります。20節、イシュマエルについてはあなたの言うことを聞き入れた、必ず私は彼を祝福し子孫に富ませ大いに増やす、彼は12人の族長たちを生む、私は彼を大いなる国民とする、しかし私の契約を立てるのはサラが来年の今頃、具体的な日程まで神様は解き明かしてくださいました。来年の今頃あなたに産むイサクとの間に私の契約を立てる。ついに四半世紀25年も待たされて、やっと具体的に来年の今頃というその約1年先の具体的な約束が記されていったわけであります。さ
さあ結論の部分見てまいりましょう。22節からのところです。神はアブラハムと語り終えると彼のもとから登っていかれた。これは何を意味しているでしょうか。アブラハムと話すために、アブラハムと契約を結ぶために、わざわざ天から神様がそこのところまで、アブラハムと同じ目線まで降りてきてくださっていたということですね。契約というのは神様が降りてきてくださらなければ決して結ぶことができません。神様がへりくらって天から降りてきてくださって、契約を結んで、そして語り終えると登っていかれたというのです。なんと謙遜な神様でしょうか。決して上から目線ではありません。決して上から目線ではありません。遠くから高いところから見下ろして、お前もっとちゃんとしろよとかっていう、そういう方ではないんですよ。全然聖書の神様は私たちと同じ目線に立って、そして私たちと契約を結んでくださる、そんな方であります。そこでアブラハムはそこまで神様にダメ押しで約束された。アブラハムはその子イシュマエル、彼の家で生まれたすべてのしもべ、また金で買い取ったすべてのもの、すなわちアブラハムの家のすべての男子を集めて、神が彼に告げられた通り、その日のうちに彼らの包皮の肉を、その男性の性器の皮を切り捨てた、割礼をしたというのです。すべての男子は、アブラハムが包皮の肉を切り捨てられた時は99歳、生まれてすぐの場合はその傷が治るのは早かったでしょう。しかし99歳にもなってその外科手術をすると、相当その傷が治るのは時間がかかったと思いますよ。もしかしたら産んでしまって化膿して大変な痛みや苦しみにあったかもしれません。おそらくそうであったと思いますが、しかしとにかく神様は99歳のアブラハムに割礼を施せ、そして家族の家の中にいるもの全ての男子がその割礼の儀式を受けなきゃいけない、それが古い契約の印なんだとおっしゃった。アブラハムが包皮の肉を切り捨てられた時は99歳、その子イシュマエル君が包皮の肉に割礼を受けた時は13歳、13年前に生まれた子供ですから、もう13歳になっていた。小学校の上級生から中学生になろうとするような、そういう年ですよね。アブラムとその子イシュマエルはその日のうちに割礼を受けた。彼の家の男たちは皆、彼の家の男たちは皆、家で生まれた奴隷も異国人から金で買い取ったものも彼と一緒に割礼を受けた。これが結論です。99歳で割礼を受けたアブラハムさんの姿がここに記されていきます。さあ今日の結論を見てまいります。今日のお話、創世記の17章、どんなふうにまとめることができるでしょうか。私はこんなふうにまとめました。全能の神様は閉塞感にとらわれた信仰者を、たとえ閉塞感にとらわれていても神様は立派な信仰者と認めていてくださいます。閉塞感にとらわれた信仰者を信仰の地に変えられる、変えてくださる、これが今日の結論であります。アブラハムさんもそうでしたが、あなたも神様はそのように変えてくださる方です。あなたが一生懸命努力したり頑張ったり熱心になろうとしても無理な話でしょう。絶対に無理だと思います。自分の力で心を変えなさいって言われてもですね、変えれないと思いますよ。はい、わかりました、決心します、頑張りますって何度決心して、何度決心しても元の木阿弥で三日坊主で、三日なる前にですね、もうすぐに挫折して、また挫折して、どうにもならないでしょ。新しい年を迎えるたびに、いろいろな時に節目節目に決意をして決心をしても、その決心や決意があなたを変えたでしょうか。何も変わってないような状態だと思いますよね。全能の神はそんな私たち閉塞感にとらわれて、もはや自分で自分を活性化できない、自分で自分を元気にできない、自分で自分を楽しむことができない、もはや燃え尽きてしまったような、もはやじっちゃんばっちゃんになってですね、
燃え尽き症候群、鬱になったような状況で閉塞感にとらわれた信仰者を、なんと信仰の父に全世界の全ての人がその人を通して祝福されていくという、それほどの世界大の信仰の父に私もあなたも変えられるということが、今日結論付けることができる適用ではないかと思います。今あなたがどんなに未熟でダメダメ人間でヘタレ人間でも大丈夫なんです。全然大丈夫です。俺はダメだ、俺はダメだ、俺はダメだ、大丈夫です。全然大丈夫です。私が好きな聖書の言葉がありますが、権勢によらず、能力によらず、神の霊によってという言葉があります。旧約聖書の後ろの方の預言書というところに出てきますが、権勢によらず、この世の権力とか地位とか名誉とか自分の才能とか能力、才能によらず、自分の頑張りとか熱心さとか純粋さとかでもなく、権勢によらず、能力によらず、神の霊によって人は新しく変えられるのです。だからこそ希望があるのです。あなたが一生懸命頑張って自分を変えなさいって言われたら、もう絶望しかないでしょ。もう何年も何年もやりましたよね、それで。ダメだったでしょ、結局。もうそろそろもうそれを納得して受け入れるべきじゃないですか。それでもまだあがいてあがいて悪がきを続けるつもりですかね。人生はそんなに長くないですから、あまりその時間もですね、これ以上無駄にすることはできないと思います。もう私たちに残されている時間はそんなに長くないと思います。でも結論をぜひ覚えてください。全能の神様は閉塞感にとらわれたあなたを立派な信仰者として今も認めてくださり、そしてやがて本当にあなたを通してたくさんの人たちが天の父なる神様を信じることができる、あなたを通してたくさんの人たちが祝福される、つまりあなたが信仰の父になる、そんな素晴らしい福音を語っているのです。アブラハムさんが特別立派な人だったんですか。信仰熱心で疑うこともなく、新約聖書を見たらそういうふうに書いてますけども、それは新約聖書的な十字架の福音から見たそういう視点です。神様は本当にありのままの私たちをよく知ってます。私たちが隠れてこそこそ何してるのか、教会来てない時に一体何をしているのか、プライベートの時に、とんでもない世の中にどっぷり使って快楽に身を委ね、さまざまなものに依存して中毒になって、そしてがんじがらめに罪の奴隷、欲望の奴隷として生きている、人の目の奴隷、あるいはいろんなことの悩みの奴隷となっている。しかし神様はそういう私たちを信仰の父に変えてくださるのであります。最後に God Bless You という歌を一緒に歌っていきたいと思います。God bless you、 神の御恵みが豊かにあなたの上に注がれますように、あなたの心と体とすべての営みが守られ支えられ、喜びあふれるように私は祈ります。 God bless you、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  God be with you、
神の見守りがいつでもあなたの上に注がれますように。あなたがどこにいるとしても何をするとしてもいつでも神様が共におられますように私は祈ります。 God be with you,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  God bless you, God bless you, God bless you, God bless you。宣伝をして終わっていきたいと思いますが、スイートキリスト教会のホームページを見てくださったことがあるでしょうか。ラブスイートで検索してみてください。また QR コードを読める方は、これから読むと直接、ホームページに飛べます。ほぼ毎日更新をしておりますので、ちょくちょく覗いてみてくださると感謝です。教会ホームページでも紹介しておりますが、リンクを貼っておりますが、ラブスイートラジオ、ラブスイートラジオはですね、3月3日から始めております。いろんな方々がですね、ちょくちょく聞いてくださっておりますが、ほぼ毎日、発信しておりますので、ネットラジオ、ポッドキャストなんですけれども、ぜひ、登録してくださると感謝です。ここに来られてない方のために、いつも地図をご紹介しております。最寄りの駅は東武動物公園の駅です。東武スカイツリーライン、北千住から2、30分で来れます。東口から出て古利根川を渡りますと、杉田町に入ります。旧日光街道ですね、本陣跡地前とかっていうところがありますが、今駅前は工事が始まっております。少し拡張計画で、長期計画の、その工事が進んでおりますが、迷わなければ10分ぐらいで来れる距離にあります。スイートキリスト教会までぜひ遊びに来てください。月曜日と祝日は休みです。それ以外は朝8時から夜9時ぐらいまで、開けております。ぜひ日曜日はですね、朝10時半から、また夜は幽霊杯もやっています。8時から9時、ぜひ、昼間用事がある方も幽霊杯にお伝えください。それからこの前の日曜日からですね、足がなかなか不自由な方、膝が痛いとかですね、腰が痛い、そしてなかなか階段上がるのが大変だという方のために、1階でも、上からですね、ビデオで中継して、下にいても礼拝ができるような、そんなシステムを作りました。まあ、試作状態ですけども、そこにちゃんとファンヒーターも置いてますので、暖かくして換気もしながら、また少人数で、礼拝ができるという、そういうことになりましたので、ぜひですね、それ少しずつまた充実していきたいと思いますが、よろしくお願いいたします。以上で、福音喫茶終わっていきたいと思いますが、今日も見てくださり、お聞きくださってありがとうございました。あなたの上に神様、イエス様の祝福と守りと導きが豊かにありますように。それではまたお会いしましょう。 God bless you.